かぼちゃのサラダです。ちょっと待って、今結構出たよ。さあ本日も行きましょう、やすまるだしのコーナー。はい、やすまるだしのコーナー、イエーイ。はいはい、ということで、はい、今日は大きなかぼちゃをゲットしました。大きなかぼちゃ、はい、大きなかぼちゃ2個ゲットしました。栗かぼちゃだそうです。美味しいんだって。どこでゲットしたんですか？これコストコです。コストコで、はい、コストコで2個で600いくつか、あ、いくつかいくつかいくつかで買いました。買ってましたね。なので、はい、今日はかぼちゃをゲットしたので、かぼちゃのサラダを作ろうと思います。かぼちゃのサラダ、今回は、はい、やすまるだしさんと宜野味噌さん。そうです、2つダブル。この麦味噌ね、麦味噌、宜野味噌ね、はい、はい、とこれですよ、我らが、あ、もう僕がスパイスです。僕がよく使うやつですね。これを使ってサラダを作っていきますよ。かぼちゃの何サラダですか？かぼちゃのサラダです。はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、はい、レッツクッキング。ということで、はい、今日の仲間たち、ゆで卵。はい、ゆで卵もうゆでてあります。3つ用意しました。はい、で、このかぼちゃはこれはね、レンチンしたの。レンチン、レンチンしました。軽く皮を剥いて、うん、かぼちゃ半分、この大きいのだったから今回は半分使いました。半分ね。はい、半分です。1/2、一口大ぐらいに切ってあるぐらい。はい、そうです、切ってあります、はい、あとはきゅうり1本1本きゅうり1本、ちょっとね、ちっちゃめのきゅうりやったんやけど、はい、塩につけて、塩もみして水分ギュッと絞ってあります。はい、で、あとは宜野味噌ね。宜野味噌、あ、味噌ちゃん、いくつぐらい？これね、小さじ1/2。小さじ1/2。あと、マヨちゃんはどんなやったかな、忘れたわ。お好みの量入れてください。お好みの量、あの、ポテトサラダとか使う感じの量をもうたっぷりとベッと入れてください。はい、ということで以上です。あとは大きめのボウル、大きめのボウルにザクザク入れてきますよ。はい、ということで、あ、ちなみにこのかぼちゃは半分って言って、2分の1って言ったけど、はい、4分の1にカットして、レンジで500ワットで5分ぐらい、ちょっと様子見ながら、5分やりすぎたらちょっと柔らかくなりすぎるかもしれんけど、うん、まあ大体5分ぐらいで温めて柔らかくしてあります、はい、という感じで、はい、作っていこう。はい、中小チャンネル作っていくよ。はい、どうぞ。まずは卵をこの中にボロンと入れまして、はい、で、潰します。はい、これ僕見た方がいいな、これ。うわーっと潰しますね。結構いきますね、これ。さあ、うん、だいぶさ、潰しすぎてさ、このこれで、うん、わかる？曲がってる。ああ、だいぶ曲がっとんね。だいぶ年季が入っております。うん、だいたい、たまにでっかい卵とかあったら嬉しくない？うん、当たりな気がするね。やんやん、うん、やから、ちょっと細かくなったかなぐらいで、はい、 OK です。はい、で、次かぼちゃ。かぼちゃ、はい、かぼちゃ、うん、お、ダバーっと、はい、ダバーっと入れます。ダバーっと入れて、これももうどんどん潰していく感じ。そうそうそう、なんかそこまで、いや、好みにもよるけど、うん、細かく、もうトロトロのサラダにしたければ、うん、もう細かくすればいいし、結構ゴツゴツのやつがいいなってなったら、そんな粒さんでもいいかも。なるほどね。お好みでやっちゃってください。そんなに難しくないね。難しくないんですよね。これもう茹でたやつとかさ、はい、火通して柔らかくなったやつをさ、ポポーンと入れて混ぜるだけ、うん、で、もう潰すのはこんくらいでよろしいかと思います。はい、ああで、そこにきゅうりさん、きゅうりさん、はい、きゅうりさん入ってもらいます。はい、バーン、はい、手でボンしちゃいます、うん、で、はい、もう今何も言わずに混ぜとるけど、混ぜます。ここに、はい、来ました、宜野味噌さん。宜野味噌、お味噌さんです。はい、お味噌さんをこのまま入れちゃいます。入れちゃって、うん、マヨネーズもウェインと入ってもらいましょう。はい、ちょっとね、これ、ね、多分ね、もうちょっと後で
マヨ足したくなりそうな気がするんやよね。本当？我が家は味噌足したりはしないの？味噌はね、でもね、香りみたいな感じ。ああ、香りな感じね。香り付けな感じになるので、うん、ちょっと軽く混ぜて、そしてスパイス。うん、来ました。これね、どんくらいっていつも言えやんのやよね。それね、適量。ちょっと待って、今結構出たよ。いや、結構出たよね、今。結構出た。けど、うん、これさ、結構かけても美味しいよ。そうなん、うん、え、ちょっとかけすぎたかもぐらいが、うん、ちょうどいいみたいな感じなんやよ ね、うん、ということで、あとは、あー、いい匂いしてきた。混ぜます。はい。あの、麦味噌の香り、うん、香り付けみたいな感じ、なんかちょっとアクセントになる感じで、うん、で、スパイスだし、これを入れることで、なんかコクが出るの、うんうんうん、でね、美味しいのよ。この子はもう本当優秀やわ。優秀ね、もうなくなるな。優秀、本当に優秀なんですよ、うん。で、なんかあの塩コショウとか入れたりすると思うけど、はい、塩コショウの代わりにこのスパイスダーシを入れる感じで美味しくできると思います、はい。そしてもうできました。え、もう完成？できちゃった。早っ。そうなん、はい、今日これで完成。めっちゃ簡単じゃん。そうなんですよ、まあ、ちょっと準備だけしとけば。そうなん、すぐできるってやつね。もう混ぜるだけ。これまたあれですね、あの一品増やしたい時にとか。そうなんです。いいってことですね。そうなんです。お母様の味方。お母様の味方ですとか、うん、あのちっちゃい子とかさ、うん、お手伝い次第みたいなさ、うん、言われたらさ、もうこれ混ぜ混ぜしてって言って。おお、なるほどね。ふわーって混ぜてもらったらもうすぐ完成や、うん、ということで完成でございまして、はい、盛り付けます。はい。いただきます。はい、食べてください。いただきます。はい、美味しそう。スプーンで食べたいよね。そうだね。うん、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 うん。ね、麦味噌の香りと、うん、やっぱりこのスパイス、うん、とかぼちゃ、うん、で、たまにきゅうりのシャキシャキ食感、うん、うまかな。卵もいい仕事してます。はい、マヨラーの僕でも大丈夫ですか。うん、おー、お好みで、うん、マヨ足してもいいし、このスパイスだしももっとかけたいわって言ってかけても、うん、美味しくなる。はい、かぼちゃはね、ビタミンがあるからお肌にもいいらしいわよ。あ、これからの時期素敵ね。うん、そんな、そんな素敵なかぼちゃ、はい、おいしゅうございます。